中鉄バス、ハーバープリンス両村内ホールディングス、両ビエクスプレス両村内ホールディングス、両ビエクスプレス新規バス、ハーバーライナー神戸岡山、倉敷線は、兵庫県神戸市と岡山県岡山市、倉敷市を結ぶ、新規バス、両村内ホールディングス、中鉄バスの3社が、共同運行する高速バス路線である。相性は、ハーバーライナー、ハーバープリンス、両ビエクスプレスとなっている。 また、かつては、姫路市、辰野市、愛生市、阿古市と岡山市を結ぶ、針備えライナーも存在した。これらについても、本校で解説する。岡山市、神戸市都市間輸送において、高速バス、大阪線ほどの旺盛な需要はなく、本数も少ないが、運行が維持されている路線である。休日に増便される特徴がある。山陽新幹線や山陽本線普通。 新快速列車と競合関係にあるが、前車は速達性で歯が立たない。後者は、片道普通運賃は高速バスが、若干割高ではあるが、往復割引乗車券や、回数乗車券で利用した時は割安であり、アピールポイントになっている。他に、座席指定制であることや、岡山方でパークライドが利用できる点も PR されている。当初、 中鉄バスと新規バスの共同運行便として運行が開始されたが、都市管理用に応える形で、中鉄バスがノンストップ便の運行を開始した。その後、中鉄バスと岡山電気軌道の岡山市内、岡山空港バス運行などの加熱した競合が高速バスにも飛び火する形で、岡電バスが競合路線として岡電エクスプレスの運行を開始した。 岡電エクスプレスの運行開始にあたっては、岡電バスが岡山空港リムジンバスに参入した時同様、両備ナグループデザインコモンミトーカエイジデザインの専用新車を導入した。これに対抗するため、中鉄バスは途中停留所停車タイプ便をノンストップ便に変更し、新規バスのみが途中停留所便を運行する形態となった。 その後、中鉄バスと丘電バスの競合加熱は、トップ海岸により解消の方向に至り、この路線においても、市内近郊路線専業の丘電バスから、中長距離バスも運行する両村内グループの両村内ホールディングスに路線が移管された。その後、2009年3月に、道路線は3社共同運行化された。なお、丘電バス、中鉄バス、新規バスは、 ウェブ座席予約システムに発車をライネットのウェブ予約機能を使用しているが、両ソナイホールディングスは、同じ両ソナイグループのリオスコーポレーションが開発し、運営するネットでバスを使用しているため、オカデンバスから両ソナイホールディングスへの移行時には、座席が収容される予約システムも変更された。さらに、2009年3月には、中鉄バス、新規バス運行便の座席についても、 ネットでバスに収容される。中鉄バス、ハーバープリンス中鉄バス、ハーバープリンス中鉄バス、ハーバープリンス新規バス、ハーバーライナーでくくられた、停留所は一部便の未停車。また、岡山県内総合並びに神戸ポートタワー前から、三宮駅間総合の乗降はできない。神戸市内阪神高速32号、新神戸トンネル阪神高速7号北神戸線。 神戸ジナルト自動車道、山陽自動車道、山陽インターチェンジ赤岩市内山陽、インターチェンジ山陽自動車道岡山 IC、国道53号岡山市内倉敷市内。ありがとうございます。